回想録は、記録あるいは、文学作品の一形式で、ある事件、事象や時代に関する自らの経験を記したもので、ある。また、口述筆記させたり、他人の聞き書きによる著作もある。日本の新聞の多くは、記者による、著名人の聞き書き式回想の枠を設けている。回顧録または回憶録とも呼ばれる。タイトルページオブヘンリー・デイビッド・ソロの回想録。 ウォールデン自伝と重なる部分も多いが、自伝が書かれた、自伝以前の人生全体について、しばしば個人生活、内面生活に重点を置いて、記すのに対し、回想録は、より狭い時間範囲を対象とし、社会との関係と、それに対しての自らの記憶や感情、反応などに重点を置いて記すという違いがある。ただしその時代を象徴するような人物の場合は、 自伝と回想録との区別定義は曖昧となる。政治家、軍人、社会的指導者など、歴史的に重要と言われる人々、また彼らに直接関係した人々が書いた著作は、場合によっては、資料としても価値がある。また、歴史的には、無名と言って良い人物でも、郷土史、業界史、当時の風俗の証言などの記録としては有益である、ことも多い。 平均的な人物の自伝や回想録を一定の問題意識で多数分析して、当時の平均的な人物は各々の意識を持っており、云々という研究手法も多く行われている。英語メモ R の語源からわかるように、古代ギリシャローまでは覚書的な意味があり、必ずしも公表を目的とするものではなかった。古代ローマ帝国時代の弁論家リバニュースは、 人生の回顧録で知られるが、これも公にするためではなく、自身の弁論の一環としてであった。本来は、ノンフィクション的作品であるが、自伝と同様、主観性が排除されているとは限らない。また意識的、無意識的な自己弁護の可能性も高い。中には、文学作品とする目的で創作を交えたものもあり、18世紀以降の作品に多い。 日記を元にして書かれたものも多いが、日記そのものが公表されて回想録同様に注目される例もあり、資料としての価値はこちらの方が高い。今日では歴史上特に重要とは言えない、一般人による自分史的な作品やエッセイ風の手記が現代史研究で注目される事例もあり、他ジャンルとの区別はさらに曖昧になっている。自伝も含む。ありがとうございます。